優勝おめでとうございます。ありがとうございます。すみません、勝ち釜です。はい、はい、勝ち釜、勝ち釜。今のお気持ちいかがですか？いや、嬉しいですよ。はい、もうかなり序盤から飛ばしましたけれども、はい、このモーター68号機、はい、もうどんな印象で終えられましたか？いやいや、これもう将来的にはエース機に、まあ、エース機候補の一つかなって思いますよ。はい、優勝戦の仕上がりもバッチリ。そうですね、伸びはちょっと、まあ、昨日までの方が良かったかもしれないですけど、まあ、ちょっと昨日刺されたのでちょっと手前意識して、はい、スタートもゼロ台のトップスタート行きました。まあ、もう昨日言った通り行けると思ったら行こうと思ってたので、はい、ではちょっとここからは勝ち釜風にお話を聞いていきたいんですけども、はい、今回は結婚記念日で始まったシリーズですよね。そうです、はい、はい、やっぱり奥様に捧げる優勝。まあ、そうですね、妻への愛と、はい、家族への感謝の気持ちが、はい、溢れてます。はい、レース終わったばかりですけども、はい、愛妻のいいところを3つ挙げていただきたいんですが。いや、もう全部いいんで、ちょっと数はちょっと数えきれないですね。はい、じゃあモーターぐらいかなり奥様は。あ、もうすごいですよ。もうモーターぐらいというか、もう完全なエース機ですね。はい、それは、はい、間違いないです。はい、今年これで2優勝、また次もね、グレードレースが続きますが、次もナイターレース大村です。そうですね、はい、久しぶりに中島さんとね、はい、ちょっとグレードレース行くんで、はい、勉強させてもらおうと思ってます。勝ち釜の、まあ、対抗といいますかね、ちょっとターンマーク坊や TV というのがありますから、公約はお忘れではないですか？そうですね、もし取材を受けることがあったらしっかり勝ち釜をアピールしていきます。はい、それでは最後にファンの皆さんに勝ち釜ファミリー代表として一言メッセージをお願いします。そうですね、皆さんのおかげで久しぶりに優勝することができました。で、やっぱり、ね、お客さんいるとすごくなんかゴールした後とか気持ちいいので、またぜひレース場に足を運んで、まあ、勝ち釜もしっかり見て、ぜひボートレースよろしくお願いします。見事優勝しました萩原選手にインタビューさせていただきました。おめでとうございました。どうもありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。一発呼んでください。記念厳しいです。赤いワンプレッシャー厳しいです。